たんですよ。いや、で素晴らしいね。その人に、うん、じゃあその人何ヶ月も、うん、予約でいっぱいで、うん、できないっていう人がいたらうち呼んでくださいよ。その人は、うん、20分3万円かもしれないけど、僕は30分1万5000円でやらせてもらいますから。ああ、なるほど。分かった。何時まで来よるとか、10時までですから。じゃあちょっと誰か見てみて。ベリーグッド。先生、ブランドアップしちゃダメだよ。来ないと分かんないですけど、でも行列できちゃったらどうするんですか。いや、だってさ、めちゃめちゃそう。ゆみちゃん、分かんだろ、この先生のすごさが。私ね、お店に入るとすごいそこに、どんどん人が来るの。これ冗談できる。いや、本当に先生、よかったね。嬉しいです。じゃあ先生、もっともっと既婚周年やりましょう。はい、お願いします。バシバシね。はい、いや、すごいよ。あって、整骨院だっては超一流だよ。既婚やって、なんて言ったって息子じゃねえ。人柄がいいからな。息子ももちろんいいんだろうけどよ。めっちゃおかしかったよ。最高だよ。どうもいいですよ。ユミさんの体ずっと触っていたんですよ。いいでしょ、はい、触ってていい。よし、許す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 、いいんじゃない。なんかすごく揉んでて癒されるなんて初めて。ユミちゃんは人癒すからね。人の体揉んでるのになんか自分が癒されてるみたいな、初めてですね。でもそういう人って天職じゃないですか、この人は。いや、いや、ゆみちゃん本当なんだよ。天職だよ、先生。ものすごく好きなんだよ。ものすごく好きなんだよ。すごくね、これはね、もう思いっきりこれいいと思いますよ。こういうの分かる人が揉んでたら、多分分かると思いますよ。思いっきりいいと思います。その思いっきりいいって言ったら、どれがいいんですか。気候生態みたいにやる人が、なんかそういうこと言った人がいます。いや、もう絶対言うと思います。もうちょっと、もうずっと揉んでていいですか。いやらしいこと思ってきた、はい。いや、それはもうそれでその人の考え方だからいいんでしょうけど、本当にね、ずっとね、もう触っていたいっていうか、こうやっていたいです。それこそ先生、あれですよ、脳幹喫茶です。あ、脳幹喫茶ね。入ってますってな。脳幹喫茶、ママさんやらしたら最高ですよ。最高。いや、それは間違いないですよ。はいはいはい、それは間違いないですよ。ゆみちゃんがママさんやったら大変なんだよ。はい、いいね。大丈夫です。履いてます。今日はジーパンでした。はい。ちょっとパンツになってる。ゆみちゃん、ものすごくスタイルいいんですよ。真面目な話。いや、もう見てすぐ分かりましたよ。めちゃめちゃスタイル。入ってきた瞬間に、わ、すごいスタイル一緒だなと。顔色悪かったけどさ、スタイルいいしね、洋服もピシッと着たら綺麗ですよ。はい、はい、今日はジーパンでな。